皆さん、メリークリスマスイーブなんですが、クミツーは特段クリスマス動画を撮るわけでもなく、いつも通りゼルダ無双やっていきたいと思います。で、前回時間の関係上カットしてしまったんですけど、いっぱい出たじゃないですか。でね、いいのがすごくあったんですよ。まあ裏でね、やってきちゃったりもしたんですが、このハート、これすごいよ。敵からのダメージが 5% 減少。やばくない？もう全体的に減ってくれるんだよ。これはね、やりまして。で、こっちにもハートが出てて、これはハート回復強化。まあ、まあって感じかな、これは。これはまあって感じなんですけど、これいっちゃんすごい。敵から獲得する経験値が 5% 増加。これも集めてきたので、はい、渡しましょう。やったな。記録に残しておくために。お、中央ハイラル2人目のなんかマーク出たね。やったー。ちょうどいい時に動画撮れてる私。特に狙ってないんだけど、ちょうどいい時に撮れてる。あとはこっち、このダルキルさん見てください。必殺技ゲージプラス1で、しかも話がさ、ど根性コース挑戦、ど根性コース開設初日、大勢の人が集まる中、ダルキルは見事に頂上まで到達したっていうね、ありましたよね。ブレワイでもど根性3兄弟がさ、待ってて登ってみろっつって、で登れたらホコラが出てくるってチャレンジがありまして、この日に開設されたらしいです。本編にもちょっと関わってくるこういうのがあるからね、楽しいよね。で、ダルケルさんもあって、確かリーバルさんもあった。これだ、リーバル必殺技ゲージ1で、ウルボザさんもどこだ、これだ。なんで3人プラス1できました。リンクが最初かなって思ってたけど、ないんだよまだリンクはプラス1がね。このリンクの特訓両手剣クリアしちゃってるんですけど、動画自体は撮ってあるので、どっかの動画のお尻につけたいと思います。じゃあ行きましょうかね。まあやりたいこと他にもいっぱいあるんだけど。アッカレトリで奪還戦行きましょう。あ、レベルもね、ちょっとレベル20まではみんな揃えるためにお金で買わせていただきまして。その後はちょっと自分でプレイしたりとかして、23、24にはなってます。最近ちょっとミファーちゃん使ってないかなと思うんで、ミファーちゃんにして出撃しましょう。追加されたコンボもね。4人の英傑たちが神獣操作の訓練に励む一方、プルアをはじめとする古代遺物の研究者たちはハイラル平原に突如出現した平原の塔の研究を進め。平原の塔だよ。最初にニョキッと出てからね、あんまり話に出てきてなかったですけど、あとはプラーちゃんはプレイアブルキャラクターにならないのかってとこがすげえ気になってるんだけどな。シーカータワーと名付けられたその塔が一機のみならず、各地の地中深くに埋没していること、そして地上への出現はハイラル城内の装置によって制御されていることを明らかにする。制御装置を起動させるためには、シーカーストーンをシーカータワーに認証させる必要があると判明し、ゼルダはプルアや英傑たちと共に塔の調査へ赴こうとするが。おー、なるほどね。だからブレワイでは始まりの、あ、はい、後でしましょうね。これ気になってる。何この丸円盤。また異物の調査。はあ、お父様。そのようなことにかまけている暇があるのか。それは。これは昔、お母様と一緒に出かけた時見つけた遺物です。へえ。きっと何か特別な力を秘めているのだと
お母様とお話ししたのをよく覚えています。けれど結局使い道はまだ分かっていません。爆弾のマークみたいな感じだけどな、見た目。こういった異物の謎を解き明かすことが薬剤に抗うための。これはお前の務めではなかろう。もちろん修行を怠るつもりはありません。けれど私は私にできることを精一杯果たしたいのです。それを逃避に過ぎんと言うておるのだ、こたびは許す。だが分かっておろうな。ゼルダちゃんもね、じゃ喋ろうとすると新しいの出てくるからさ、ちょっと何さ今度は。そのシーカーなんたらってのを復旧されたらどうなるんだ。ん、我らの居所も手の内も立ちどころに暴かれてしまうそうでござる。そうなの、すごっ。居場所がバレちまうってのはまずいか。はっ、では打ってやる。ん、お前たちにも働いてもらおうか。おいスパ、ダノン様からのお達しだぞ。なな、すげえ。薬剤ガノンの宿りしガーディオン、これさえあれば世界のすべてが手のひらの上。ちゃんと寝てる？クマやばいよ。薬剤ガノンの力、そうやすやすと御せるものでござるか。スッパ、お前やっぱ切れ者だな。いや、スッパかっちょいいよ。いやー、そうか、薬剤ガノリシ、ガノリシ、ヤドリシガーディアン混ざってるやないか。え、もう来たの？もう来たんだ。お、そう、始まりの大地って言ってた？の、始まりの塔にかざせば全部出てくるっていうね。あれでしたよね、ブレワイの時も。出てくるのかな？出てきてる！あ、出てきてる！でも手は打ってあるって言ってたよね。それじゃあこの調子で他の塔もどんどん復旧させてこっか。平原の塔の復旧に成功したリンクたちは、プルアの指示のもと各地に出現したシーカータワーを順調に復旧させていった。だが敵も手をこまねいていたわけではない。リンクたちが最後に赴いたアッカレの塔ではイーガ団が戦力を集結させ待ち構えていた。なるほどね、そこでアッカレなわけか。アッカレ砦、アッカレ地方の防衛の要である堅牢な砦、高低差のある台場からは多くの大砲が敵を睨む。報告、イーガ団がアッカレ砦を吸収、すでに占拠された模様。そんな塔の起動のためにもまずは砦を取り戻しましょう。いっぱいいるなイーガ団。だけどさ、なんかやっぱ各地のちゃんと行けるのがすごいよね。やってくれたねイーガ団。瓦礫で橋が塞がれて進めないじゃないか。どこ行けばいい、どこ行けばいい。お、あ、そっか、
この辺りはガーディアン研究の場だったので、研究中のガーディアンが置いてあるんです。いたわ。この子の力でガーディアンを起動させれば、瓦礫を撤去させられるかもしれません。そっか。そうなんだよ。味方にできるもんな。今回は、まだ。いたよ。なんかこの紅葉してるところに、ガーディアン結構いた感じがする。これは違うの？せっかくここまで来たんだ。邪魔するやつには消えてもらう。新しい目的地。ん？これじゃないんかい。こいつ倒せばよいか？二人いるじゃねえか。うちょ、待て。待て。こっちの準備が整うまでお待ちだしって。あ、なんか、わ、なんか増えたね、いろいろ。よいしょ。Y とかちょっと X 押してみたんですけど。そうか。ちょっと、前回 Y が7回押せるとか言ってた話あるじゃないですか。あれもちょっと体験のくなりで、詳しくまた話してるんで、ちょっと今は、名言を避けときますね。このリンクの最後の頃の技の出についてはちょっと一旦今回やめときます。ちょっと2人でかかってくるのはずるいでしょ。はーい、やった。左のやつは持ってたんだけど、待ってください。はーい、あ持ってない、やだ、待って、あめっちゃビーレンタで逃げれたわ。はっ、くっそ、分かってたのに、ちくしょうめん。ドドン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 、オーケースマッシュダンと。ただあれ今さあ、マスターソードじゃないじゃん、私持ってるの。適当こいてきちまったよ。お、歩行型だ今回は。でも味方じゃ心強いよ。やりました。新しい目的地結構遠いな。あっかれ砦に向かえ。ちょっとゆっくり見たいな。この旗好きなんだよ、旗。でかっ。重厚感ある旗。で、まさかあんたが来てくれるなんてね、リンク。いや、リンク来るだろ、そりゃ。リンク来るでしょ、そりゃ。いや、リンクもゲージ2個にしたいな。なんか、結局 A って使いどころもあるけどさ、なんかもったいなくて使えなくて溜めちゃう癖あるから、2ゲージになってくれると、腐らなくていいんだけどな。あ、ちなみに、ゼルダ、ウルボザリンク。配送ダメなのか。じゃあ、ちょっと置いてくわけにいかないか。みんな元気？あ、やってるね、でも。大丈夫そうだな。いや、行っちゃおう。大丈夫っしょ。最悪はゼルダちゃんにもミファーちゃんにも切り替えられるから。ん？いや、すっごいな。ん？こっち？こっちにも行きたい。全然なんか意味がない方だけど、こっち。すげえ行きたい。あー！なにこれ！青い炎、灯ってないけど。あ、首がないわ。首あったよね。これ首ないバージョンのやつか。そうか、研究してたんだね。壺作ってるけど。うわ、絶対コログとかいそうだけど広いからな。ちょっと今はなんとなくの地形を見に来ただけなんで。裏で探そうな、そういうのはな。よし、あ、宝箱発見。これを開けていこう。中心の小刀、いいやつ来たぞ。これはインパちゃんのいいやつですね。じゃあ戻ってきたので、こっから登っていこう。うわ、 E 型、おお。あ、 A 使いたいよ。集まれー E 型のみんなー、集まってねー。ここら辺でいいか。よし、よいか。こっちの橋も塞がれちまってるね。もう一度ガーディアンで。お、起動したいのですが、この子のエネルギーが、あ、供給用の古代、あ、そういうこと。そうか、なくなっちゃったんだ。ああ、あるじゃん、そこに。ちょっとじゃあ爆弾を投げて、いいね。で、あいつもいる、あいつもいる、あいつに投げて、ほい。ガーディアンちゃんもチビガーディアンちゃんもなかなかそんなに何回もはできないわけだね。
では簡易古代炉を使ってこの子にエネルギーを供給しましょう。何個もあったから巡る感じかな。じゃあ結局行くんだな調べた。起動起動。はい。あ、火つった。首入るか？お、おお、おお。は？あ、あ、敵かと思ったよ。怖いよ。よし。邪魔なものはなくなったね。さあ、先進もうか。じゃあ今度こっち。立派だな。これ砦なの？これは塔か。ふむ、あの妙な異物、放っておくと厄介でござるな。皆の者、支度をするでござる。でもなんかさ、門の前に伊賀団か。ちょ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 、あー遠すぎた、聞かなかった。うじちょっと待って、邪魔するってんなら力ずくでどかしてやろうか。了解、力ずくでどかすぜ。スッパはなんか頭がさ切れるからさ、まあでもイガダをね、あのイガダをじゃない、ガノを崇拝してるって点ではもう敵だから分かり合えないかもしれんけど、話は分かるやつな気がしてんだよな。もうちょっとだ。最後はあの悪いやつを裏切ってくれるかもしれない魔族長を裏切ってくれる可能性がある。おっと、門が開かないね。あいつら意地でも通さないつもりかい？確か砦の中にもガーディアンがあったはずです。起動すれば内側から門を破れるのかもしれん。うおー、急に来たな、いっぱい急に来たよ。今までよりも多くのエネルギーが必要になりそうですね。どこ向かってんじゃい、お主。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。じゃあ、ミーファーちゃんがここにいる。じゃあちょっと見ててください、皆さん。あ、ちょ、ダメだ。Y を全部押すんで、あ、ちょ、Y を押すあれじゃなかった。Y。ほら、見て、めっちゃ回転するでしょ。前見た時よりめっちゃ回転してるでしょ、これ。あ、ちゅ、やった !Y。だからこれが前のあのカースミファちゃんで出てたのかなって思ってんだよね、回転してるやつ。あとは、まあ、これがねそれかわからないんだけど、前なんかミファちゃん追加コンテンツ、ブレワエの追加コンテンツで日記、ミファちゃん日記に書いてあったことだったんじゃないかと思うんだけど、リンクの回転切りを見て、あ、私も真似してみようかしらみたいなことを言ってたんだよね、ミファちゃん。だから、まあ、これがその回転がその回転切りから取った回転なのかわからないけど、ちょっとそれっぽい感じがする。ちょっと違う向きの方行っちゃった。じゃあこっち OK。 じゃあミホアちゃんはそのまま奥にも向かってもらおう。敵が増えてる。ちょっとしかとこいちゃって、こいちゃいます、こいちゃいます。で、ん、ここは取んなくてもいいのか。あ、いや取るか。そこだ。じゃあいつを倒せば、あーちゃーなんか無効化しましたはい、ラッシュ、はい、かっこいいよ、来ました。あ、これっすよ、2個目のスマッシュ。多分動画では初めて見せられたかもしれない。そうはさせぬでござる、いでよ魔物ども。勘弁して、魔物どもはちょっと勘弁。じゃあ人を変えて、リンクはどこにいるの。リンクまだそこかい、移動しろ言うたのに。じゃあちょっとゼルダちゃんに変えて、いやリンクはこっち向かわせたはずなんだけどな。じゃあこっちにして、えー、ういしょい、ちょっと待ってくださいね。リンクちゃん、リンクちゃんじゃない、ゼルダちゃんもなかなか一応鍛えたはずなので大丈夫、絶対戦えるはず。はい、さあね、ググ見にくいぞ。ゼルダちゃんこの初手がね結構もっさりしてるというか、結構時間がかかるんで初手で。はい、まああまり得意じゃないかもしれないけど、自分のキャラが。でもこの爆弾すっごい使えるんだよね、本当に。はい、あー使えなかった、使える。
よし、 ZR 押して、 OK、 スマッシュ、ドンと、いいね。あともう一匹奥にいる。 A を貯めようたいな。ちょっとなんか詰まってるな、森上詰まってない、君詰まってるよ。あ、飛んじゃった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 、カーカーカー、背中から失礼しまして、からの爆弾、はい、どんどんどん背中と中でくっつくぞ全然違う歌だ。はいはいはい、ビンタダウンスラッシュ、ういー、いいぞ。スマッシュは出ないけど爆弾やっちゃえ。なんかね、本当に気づいたんだけど、イワロックがね、ゼルダちゃんだと超強いの。この爆弾でね、永遠にやってくれるからさ、爆弾でカン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 って永遠にやってくれる。オッケー、倒せた。ここら辺の物資いただきまして、よし、切ろう。あ、そうか、リンクは大回りしないと向かえなかったんだね。あそこは繋がってないわけか。じゃあリンクに変えようかな、そろそろ着きそうなので。はい、リンク、はい、カー箱いただき、ちょっと魔物の中にジェルダちゃん置いてきちゃったけど、どこ攻撃してるの、モリブリ、ちょっと古代炉壊そうとしてる、それはちょっとご勘弁を。はい、ちょ、避けたよ避けたよ、オッケー、来たー、測ったように、スラッシュ、スラッシュってなんだよ。ここもなんか空き地みたいなとこ、はい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 、あ、なんかさ、すごい紅葉大地みたいなとこあったよね。あ、紅葉してる木がいっぱいある大地、そこではないか、まあ砦だか、違うか、あそこ綺麗だったよな。はい、調べます。そうしたら、ん、まだ上が、あれ、ミホアちゃん、あれ、ここ調べてなかったっけ。オッケー、取り戻されちゃったのかな。これでエネルギーは十分なはず。取り入れないのガーディアンを起動させましょう。お、じゃ誰が近いかな。リンク、ここ繋がってない、もしかして。可能性あるけど、繋がってたらいいな。わー、ここら辺にもあるんだな。なんか、練習場。あ、ここも、駐屯地みたいな感じかな。あるね。弓あるとことか。あ、繋がってないか？砦の壁がありますけど。裏側か？あ、これダメなパターンだ。これダメなパターンっすね。あ、ミホアちゃんが言ってくれてる。ミホアちゃんが一番近かったっぽいね。うわ、超いっぱいいるよ。ただ回転がね、結構強い。ぐるぐる出てくれるんで、巻き込んでくれるんだよな、ミホアちゃん。範囲が広い。うん。ウルボザさん、早っ。お願い、動いて。ほんとだ、中にいる。え、かっこよ、中。あっかれ砦のガーディアンが起動した。砦ってこんな立派だったんだ。うわー、ガーディアンが、に、逃げろー。砦ってこんななんだね。お主ら何をしている。さあ、今のうちに砦の中へ。なんか普通になんか、わかる？あとは砦の中のイーガダンを追い出すだけですね。生きているものを倒しましょう。かくなる上は自分が。もう一回戦うの？あー、ちょっと下しかなくなってるよ。かっこいい、この作り、やばガーディアンが重鎮してるわ、ここに。じゃあこっち行けばいいかい。みんなおいで。リンク遠いなま、結構遠いけど、ムービーとかになればリンクも到達してくれるんじゃないかとは思うけどね。ここ来たらあれかい。うわー、いるわ、スッパ普通にいるじゃん。ムービーとかじゃないんですけど。